次はこちらの漢字です。訓読みは、あ、あり、です。皆さんも読んでみてください。あ、あ、あり、あり。音読みは、ゆう、です。皆さんも読んでみてください。 ゆう、ゆう、あ、あり、ゆう。この漢字は六角です。いちにさんよん 5 6もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、 それでは、この漢字を使った例を見てみましょう。訓読みは、あ、で、あるは動詞として使われています。ありは、主に地名などに使われることが多いです。あ、ありと読むときの例は、ある、ありがね、 ありあけです。言うと読むときの例は、有名、有利です。次はこちらの漢字です。訓読みは、旅です。皆さんも読んでみてください。旅。 旅、音読みは、ドです。皆さんも読んでみてください。ド、ド、旅、ド、この漢字は、嗅覚です。 二、三、四、五、六、七、八、九、もう一度書きます。 一、二、三、四、五、六、七、八、九、9 それではこの漢字を使った例を見てみましょう。旅と読むときの例は、このび会うびです。音読みの度は回数を数えるときによく使われています。度と読むときの例は、一度、毎度、 粘土です。次はこちらの漢字です。訓読みは、すく、すこです。皆さんも読んでみてください。すく、すく、すこ、すこ。 音読みは、しょうです。皆さんも読んでみてください。しょ,うしょう、すく、すこ、しょう。この漢字は四角です。 二、三、四、もう一度書きます。一、二、三、四、 それでは、この漢字を使った例を見てみましょう。訓読みは、すく、すこです。形容詞は、すくない。副詞は、すこしになります。すく、すこと読むときの例は、お客が少ない。 水を少し入れるです。音読みは小で、少々は副詞として使われています。小と読むときの例は、少々、少年です。 次はこちらの漢字です。訓読みは、ま、町です。皆さんも読んでみてください。ま、ま、ま町、町。音読みは、たいです。 皆さんも読んでみてください。タイ、タイ、マ、マチ、タイ。この漢字は嗅覚です。一二三 4 5 6 7 8 9もう一度書きます。1 2 三、四、五、六、七、八、九、 それでは、この漢字を使った例を見てみましょう。訓読みは、ま、まち、で、まつは動詞として使われています。ま、まちと読むときの例は、まつ、待、ま、しつです。たいと読むときの例は、 正体、期待です。以前、この漢字を勉強しましたね。この漢字は、も、もち、じと読みます。今回勉強したのは、ま、まち、たいです。この二つは、 よく似ているので、間違えないように注意しましょうね。